はい、お待たせしました。では続けてやっていきましょう。ちょっとトイレ行ってました。言っちゃった。いやー、なかなかね。誰が何のために戦ってるんだろうってことは。だって機械生命体のコアじゃない、ニーヤ、ヨルハ部隊のコアが機械生命体のコアって一緒ってことは、どっかに黒幕がいるはずですよね。なんかのために戦ってるんですよね。なんでも何のために戦ってるんだろう。どうしたの？その傷。戦闘により負傷。NFCS が機能していない。よくそんな状態でここまで来られたな。調整に時間がかかる。ちょっと待っててくれ。ひどい。運動野が虫食いだらけになってる。これじゃあ歩くのも大変だったでしょ。さあ、修理は終わったぞ。 すごっ。そんなことできるんだ、お前ら。ねえ、ナインエス、約束して、一人で死のうとしないで。 2B もそれを望んじゃいないだろうしな。分かってる。ちょっと落ち着いたか。ねえ、辛い時ほどね、なかなか人は 他の人頼るのは難しいんですよね。気づかないしな。ポット、次のユニットの場所を地図にマーク。了解。チップ。ああ、レコード売ってるわ。サウンドトラックは持ってるもん。そういう意味じゃないってね。ああ、売ってるものは一緒なのか。さて、次はどこかな？そろそろ砂漠かな？いや、違うな、これどこだ？ああ、あったな、そういえば。一応一通り回ってはいるので、なんか大体見た、砂漠はあったかどうか、ちょっと確かに定かではないような気がする。いやー、誰が何のために戦わしてるんだろう。人類会議だって作られたものだしな。あの記録は誰が残したもの。誰が何のために戦ってる。あの人に聞けば分かるような気がするな。なんか頭のおかしな販売屋。一番近いのはこっちじゃない気がする。あ、お前無事だったのか。徘徊するの怖すぎだろ。こんにちは。資源回収ユニットです。防衛態勢に入ります。 資源、何度も何度も。
資源回収ユニットって確かなんかアンドロイドは別ルートで回収してるみたいな、回収というかなんか消化分解してるみたいなこと言ってましたよね。でか、向こう行けなくなってんじゃんこれ。これはこいつを倒さない限り向こうには行けませんよということかな。ああ落下してしまった、華麗に落下してしまった。まあ素直に入りましょうかね。結構当たり判定なかったしな。またあの文字、神の箱と記載、神、機械ごときがその名前を語るか。お前も機械だってどうな。ほとんどこれすごく強くなってますけど、ほとんど使わないんですよね、この刀。え、なに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 、え、今までこんなんあったっけ。え、今までは普通にエレベーター乗ったら、ポッド、機械生命体がどうして同じ種族のパスカルたちを襲ったんだ。不明、使えないな。推奨、機械生命体の現状についてさらなる情報の収集。何が起きてるんだ。不明、その大型ユニットってところに行くぞ。久しぶりに発信戦う気がする。なんかめちゃくちゃ強くなってる気がする。大して経験値入りませんね。こいつ厄介だ。いや絶対あいつやろ。いや絶対なんか関係してるって。声一緒なんだよな。たまたま声優が一緒とかそういうあれなんかもしれないんですけど、もう気のせいだと思いたい。あ、赤いやついる。んーっけ、おつえ。錆びたボルト。すごい確率で今あれ出てるんですよね、クリティカル。あ、赤いやついる。あ、また。どこどこどこ。左。正面。
お、やった、大きなバッテリー。なんだ、東の方ってまさかパスカル村？見せられないね。まああんまり関わらずに行きましょうか。あー、キリが足りなかった。久しぶりに攻撃なかった。曲がれる？メール来た。アクセスポイントからメール受信の連絡。あー、ミスった。このとこまで落下してしまった。あ、ちょうどアクセスポイント、ラッキー。どうせ人類会議だろ。エミール釣り情報。そういえば釣りやってますか？僕、飲めたら何でも食べたので、意外と釣りを詳しいところで、見える情報、各地で釣りすることが基本的には淡水を川に、淡水魚は川にて、海水魚は海にいます。そして、なんか、人でカブトガニの逆に重んでないなら、深めの場所を狙わなきゃいけない。あそこは機械魚ばかり、機械魚、それと各地に埋まっている土管は基本的に、ゴミが、でも、あちらまでに何かいいものが、あと、珍しい魚、僕の近くに、地底湖があるんですが、そこでは結構珍しい魚。僕の家の場所が、排除都市からバシャーと走ってビューと出たところがあります。いや、お前絶対エイリアンだろ。え？エーミールここだよね。なんて、地底湖って。ここだよね。次。開始。なんか落下してきたってことから。でかっ。こい。終了。あ、別に釣りはそんな好きではないので僕は。どこに行きゃいいんだ。でかっ。ねえ。ここだな。てかそこってさ、何 S か行ったとこじゃないか。じゃあ乗り物クラブじゃねえや乗り物広場に行きましょうかね。パスカル村はなくなっちゃったんだな。もう悲しいな。しばしお待ちを。